武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は高知大学の入試について話していきたいと思います。高知大学ですが、まあ、学部の階層など、がいろいろあり、まず、2015年ですねに、地域共同学部が設置され、2016年に、人文と農学部が、まあ、人文社会と農林海洋科学部、に改組され、まあ、理学部が理工学部に改組されたと。まあ、なので、数年間、まあ、連続でいろいろな改革を起こしている大学、ではありますが、そんな高知大学ですが、まあ、医学部、医学科がある大学ですね。で、センターのパーセンテージに関しては、医学部はやはり高く8割後半、できれば9割目標でやっていくような形ですね。で、他の学部のセンターのパーセンテージに関しては、かなり幅が広い形にはなっておりますが、まあ、大体5割後半から7割前半程度で分かれているような形になっております。まあ、前期試験についてはですね、まあ、特に、医学部以外では人文社会、が割と高めという形ですね。はい、そんな高知大学の、入試についてですが、英語、数学、国語、物理、科学、生物、小論文の、勉強について話していきたいと思います。情報と地学については割愛いたします。